台湾で頼総統と会談中にスタッフのメモで不出馬を知ったという中谷議員は、ちょうど横に石破茂さんがいたので、早速情報を共有して二人とも驚きました。よく決断をしたと。総裁選前にですね、今国民から政治不信をいただいておりますけれども、今回の事件に対して総裁自らが責任を取ったということは、大変立派な決断だったと思います。総裁選の選挙管理委員でもある中谷議員は、今後について、従来言われているようにですね、派閥からの関与があったり、お金がかけたりですね、非常に不透明な中で、行われることがないようにですね、開かれた場で、政策を堂々と述べてですね、国民に分かりやすい形の総裁選にすべきだと思います。実現可能でしょうか？いや、それをやらないと自民党の再生というか復活はないわけでありますので、執行部の方に物を申して、それが実行できるようにしたいと思います。